こちら、澤部さん、富田先生、まあ、今からお話をさせていただくんですが、その経緯ですね、なぜこの富田先生の話なのかというところでございますが、皆さんご存知かと思いますが、中本先生ですね、ヨゼミの中本先生が YouTube を先週、開設されました。まあ、以前からまあ森田先生経由でですね、お来るぞ来るぞ、と思っておりましてですね、でやっと来たかと楽しくですね、第1回目どうなんだろうというところで見てみるとですね、まあ、なんと富田先生がですね、ゲスト、楽しく拝見させていただきました。そしてまあ2回目ですね、実は本日、おそらく本日の夜ですね、投稿されるんじゃなかろうかというところが、皆さん中本先生のツイッターに、まあ、予告みたいなものがありましてですね、でその内容を、まあ、見る限り、ひょっとしたら私も少し絡むんじゃないかと思って、であれば、富田先生の話をですね、ちょっとやっておかなければと、というふうに思った次第でございます。まあ、まずは功績ですね。まあ、おそらく何万人、何十万人をですね、教えてきたかと思うんですが、で、その中からですね、この英語の先生になった方も非常に多いんじゃないかなという感じがいたします。まあ、富田先生の授業を完全コピーすれば、英語科講師としてやっていけると。ですから、富田先生の若い英語科講師の、まあ、お手本になってるんじゃないかって感じがするんですよね。私も英語科講師として25年迎えるんですけども、今でもこう、お話ができてる、授業ができてるっていうのも、富田先生のおかげでございます。そして二つ目、感動と書きましたが、まあ、英文法の項目いろいろありますけども、一番こう、感動するものはですね、他動詞の後ろに目的語がない場合は、受動態や過去分詞にしましょうと。まあ、つまりどういうことかということなんですが、ちょっとこちらの問題をご覧ください。さあ皆さん、こちらとの4番なんですね。ちょっと皆さん選択肢4つございますので、検討をお願いします。さあ皆さん、これをどうやって解いていくのかということですが、皆さん選択肢 discover、発見するでございますので、まずは発見するのか、発見されるのか。まあ、後ろに左にはサブスタンス、物質とございますので、まあ、物質は発見されるだろうと。っていうところから皆さん、受動態の意味になってくるので、選択肢の B と D が×。まあ、そういうアプローチでもいいんですが、やっぱり皆さんもう少し応用を聞かせるためには、discover、動詞を見たら自動詞なのか他動詞なのか。で、発見したよ、何をということでございますので、discover は他動詞。で、他動詞であれば後ろに目的語があるはずなんですが、皆さん空中の右側、almost は副詞。で、by accident は前置プラス名詞。つまり目的語がないんですね。もちろん副詞とか前置プラス名詞は修飾語 M でございますので目的語はないと。で、その時に使えるのが先ほどの原則。他動詞の後ろに目的がなければ受動態もしくは過去分詞にする。ですから選択肢の B と D が×という感じで選択肢は削れるんですね。まあ、こういう感じで言った方が根拠が明確。まあ、はっきりしていて分かりやすいと。それが他動詞の後ろに目的がなければ受動態にするという原則の威力ではなかろうか。まあ、そこに感動が生まれるんですね。さあ、続いて衝撃でございます。まあ、先ほどの問題まだ答えが出ていないんですが、あの問題の正解を導く根拠は、動詞の数引く1は接続詞関係詞の数。で、やっぱりこれが威力を発揮するんですよね。とにかくこれに何回助けられたか分かんないぐらいの感じでございます。この原則に当てはめると、いとも簡単に答えが出るんですね。さあ、皆さん残った選択肢の A は過去分詞で C は受動態。で、もちろんこれ以上意味で考えてもちょっと答えは出ないんですよね。じゃあどうしますかと言われたら、先ほどお伝えしましたが、動詞の数。動詞を数えるんですね。そうすると空詞の右側、まず動詞が一つ目。で、もし選択肢の C を選ぶと、ここに is という動詞がありますので、これで動詞が二つ。ですから、もし選択肢の C を正解としたいのであれば、この文章中は動詞が二つ。で、動詞の数引く1イコール接続詞、関係詞の数。ですから、これ動詞が2つになりましたので、2引く1は1。つまり、接続詞関係詞が1個必要なんですね。ですが、空所の前後をどこを見てもそれがないと。ですから、C は×。正解は過去分詞の A。という感じで答えに到達するんですね。ですから、こういうところも根拠が明確。ああ、なるほどね。わかりました。ってなりますよね。ですが、富田先生のおかげでですね、やっぱりふわっとした感じ。なんとなくこれが正解じゃなくて、絶対にこうだ。こういう根拠だからこれが正解だ。と言い切れるようにご指導いただいた富田先生に本当に感謝でございます。でもちろん富田先生にはいろんな原則を教えていただいたんですが、とにかく英文法面白い。なるほどなぁ。と思うようになったのも富田先生のおかげでございます。そして芸術と言われたら、英語長文は同じ形の繰り返し。これに注目すれば長文読解。簡単に答えが出るんですね。まあ、簡単にというか、
美しく答えを出すことができるんですね。まあこれも富田先生に出会うまで味わえなかった感動でございます。でこれは今年の2021年度の名古屋大学の問題、一度それに該当するものございましたのでご覧くださいね。さあ皆さん、こちら第1段落でございます。でこの段落一番最後に下線部1番があってですね、で問いの3番、ちょっと皆さん説問の指示の一読だけお願いいたします。です問題はこの下線部1番のこの総称、社会的、社交的、そういう恩恵利益の話がどこにあるのか、これ実は皆さん第1段落なんですが、そこにヒントがちょっとないんですね。なので次の第2段落、第3段落と探しに行くと、で皆さんようやくこれ皆さん第4段落なんですが、ここから答えがようやく見つかるんですね。でなぜそれがわかるのかということですが、皆さん先ほどの設問の箇所のソーシャルベネフィッツ、これの言い換えがここに該当するんではなかろうか。まあソーシャルつながりで、カンフォットプラスの価値観ですし、ベネフィッツもプラス、つまり同じ形があるんですね。ですからこのソーシャルコンフォットを含んでいる文章中、もしくはその前後を熟読で、皆さん実際の空所の左側でございますが、ダイバーになる、でダイバーになることによって個人一人一人がウニャウニャになる、でその話が皆さんここにあるんですね。まさに同じ形ですから、空所に入れるべき語句、それがここなんですね。 Part of a dive community。ですから長文の説問を考える際に同じ形の繰り返し、それを意識するのとしないとでは正確性や時間、そういったものが変わってきますよね。ですから答えがはっきり分かるだけじゃなくて、美しさも感じ取れますよね。さあ続いて板書でございます。もうとにかく富田先生に出会うまでこんな板書は見たことはなかったんですね。英語の上下に並列、そうです、たったこれだけなんですが、これが皆さん分かりやすくするんですよね。まあまさにこれも同じ形の繰り返しってところから来てるかと思います。そして大事な情報、ポイントを明示するときは星印をつけてくれたんですね。でこれも教えてる立場なんて初めて分かったんですが、星印をつけずに一応まとめてるとですね、なんかこう黒板の板書に締まりがないんですね。ですがこの記号を一つつけることでバシッと決まる、おお分かりやすいってなるんですね。そして皆さん、この下習慣でございます。でこれはこのヤダッチョスタディのまあ各動画ですね、まあ、毎回毎回というわけではないんですが、まあ、一番最初にこうこちらっていうところから始めてるのは、これもちょっと改めて思い返すとですね、やっぱ富田先生の影響があるんじゃないかなちょっとまあ思いました。で私が当時今富田先生の授業を受けてた時と比べると今はですねちょっと違う点があるんですね。まあちょっとそれはマイクでございます。まあ今の様子見なんかこんな感じですよね。こういう感じで喋ってますよね。で、当時はこういうマイクではなく、こう首から下げてですね。で、マイクはこうやってくっついてるんですね。まあ、ちょっとこれマイクあるんですけども、富田さんこうやってました。トントン。そうです。マイクを2回叩いた後、はい、こんにちは。そうです。この挨拶の仕方が私も染みついちゃいました。で、最後となりましたが、意外な点。で、これですね、生徒として受講していた時には絶対わからなかったことでございます。なぜなら、富田先生が昼食を取られてる姿を、生徒は見ることはできないんですね。多分当時はですね、12時20分に授業が終わって、その後30分ぐらい、つまり12時20分から12時50分ぐらいまでは、講師室には多分入れなかったはずなんですね。ですが私が、よゼミ講師になってですね、で、実際に大宮校とか柏校、そこで富田先生とご一緒させていただく年がございました。まあ、とにかく富田先生、昼食は一体どういう状況なのか。2人分食するんですね。まあ、富田先生、大きいだけはありますね。そしてちょっとどうでもいいんですけども、これもこうしてご一緒させていただいて分かったことでございます。誰よりも早くウニャウニャ手に入れた。2010年だったと思うんですけども、発売されました。いや、その翌日、もしくは翌々日ぐらいですね、iPad 持ってました。うわ、富田先生、もう買ってんのか、すげえな。まあ、当時休憩時間はずっと触ってました。ということで、中本先生の YouTube チャンネルを通じてですね、まあ、富田先生が終わりましたら次はどなたがいらっしゃるのか、いや、ひょっとしたらまた違う企画になるかもしれませんが、これはちょっと面白いというのが出てきたら、こんな感じで、まあ、ちょっと動画を撮影してですね、皆さんとお話を共有してですね、楽しんでいきたいと思います。ということで、富田先生の全体像、まあ、一部ではございますが、また機会がありましたら、プラスアルファ、お話をさせていただきますと幸いです。中本先生、今後ともよろしくお願いします。